金沢弁は、石川県の金沢市及びその近郊で話されている日本語の方言である。北陸方言の加賀方言の一種。金沢言葉とも言うが、金沢言葉は特に旧市街の花町を中心に発達した接客言葉を指す。他の北陸の諸方言とと同様、近畿方言の影響を受けつつ、雪国の城下町という特性の中で発達してきた方言である。 そのため、文法や語彙には近畿方言と共通するものが少なくない。北陸有数の大都市として繁栄した歴史から、敬語表現や柔らかな表現がよく発達している。金沢は加賀藩のお膝元だったため、金沢弁は能登国や越中国など、加賀藩領だった地域の方言におなりこなり、影響を及ぼした。富山弁の表現の多くが金沢弁と、 共通するのはそのためである。現在も、金沢市が県内の経済的、文化的中心地であること、県内の有力地方市である、北国新聞が熱心に普及活動をしていることなどから、金沢弁は地域共通語として、県内のほぼ全域で通用しやすい。ただし、金沢弁とはあくまで、金沢という石川県内の一地域の方言であり、石川県の方言イコール、 金沢弁と一括りにするのは誤りである。道路表示に見られる金沢弁の例金沢市内の商店にて、よりマッシュではなく夜マッシュとなっている。くどい。ありがとうございます。